来週中にはその呼びかけを行って、野党の皆さんもこれは先送りのできない課題であると私はご認識をいただいていると思いますので、そしてお互いに議論をしてそれをまとめて大綱として取りまとめ、その大綱をもって法案化をし年度末に法案を提出をする、そういうプロセスをたどっていきたいと考えている次第であります。やっぱりこの原発の問題というのは多くの皆さんが我がこととして心配をしていることですので、その情報をしっかりと正確に適切に公開をするということが基本中の基本だろうと思います。またなお8日の日には私も福島に入りますので、そうした皆さんの声をしっかり受け止めてまいりたいというふうに思っております。それでは宮田さんお願いします。